この小さな、ものが体に入って自分の体を良くするっていうことにちょっとびっくりして、体で起こってる反応を有機化学という試験管で行える形で再現しようという研究をやってます。体の反応が分かったら、それに対する薬っていうのが作れる、まあ、体の中でうまく働く物質を作る。勉強が進まなかったりしたら、大学のカフェを使ったりして有効に勉強が進めれるようにしてます。友達とのコミュニケーションとの場にたくさん利用できるかなと。とても綺麗で、勉強するにはとてもいい環境だと思います。入る前は薬学って難しいのかなっていう思いがあったんですけど、いろんな人、友達や先生方に助けられて、まあ、難しい勉強も理解できるようになりました。バレーに真剣に向けたっていうのは自分の中で一番大きかったかなと思います。得点を決めるオポジットというポジションです。崇城大学薬学部は薬剤師を目指す人にとってとてもいい環境だと思います。ぜひ一緒にここで学んでみませんか。